8月20日12時20分今から準備して鮎釣りしようと思います。今日も阿戸川上安橋に来ています。先日か土曜日、あ、日曜日、この前の日曜日、チヌ釣りの大先輩でもあり、鮎釣りの大先輩でもある方に鮎釣りの基本を教えてもらったら、今日は絶好調です。やっぱ教えてもらわないとダメやな。引き釣りの基本的なやり方教えてもらって今日やってるんですけど、すごく分かりやすいというか、あたりがちっちゃいあたりを今日は捉えられています。まずは鮎を下流へ竿を立てて誘導しつつ、下流へ行ったら少しずつ竿を寝かせていく。下流へ行ったら少しずつ竿を寝かせていく。で、本流の方に寝かせながら誘導していく。徐々に。で、竿の持ち方は、今までこうやって握ってたんですけど、握るんじゃなくて、添える感じ。右手はこんな感じ。左手はこんな感じ。今まで握ってたんですけどね、こう添える感じで竿を寝かせて、お、釣れたか、エビか、あ、釣れてる、えい、そう、めちゃくちゃ当たりが捉えられやすいんですよね。いやー、感謝感激ですわ。ちっちゃいあたりも、ちっちゃいあたりをね、ほんと前より捉えられるようになった。おお、よし、終わりー。